名古屋ピアノ調律センターの宮下と申します。会社の代表をやっております。このようにピアノに囲まれて、仕事をしたりだとか、外に出て調律をしたりだとか、そういったことを毎日やって、生活をしております。新序、月並みかもしれませんが、基本的に皆さんに喜んでいただくということを主眼に置いてますので、お客さんに喜ばれるようなことを常にやっていきたいというふうに思っております。好きなピアノは自分自身がどう思うかというよりも、やっぱり演奏する人がこのピアノ好きですっていうふうに言ってもらえるっていうのが一番、答えになるのかなというふうに思いますけどね。そこでやっぱり自分の色を入れてしまうのは僕はあんまり好きではないですね。どうしてもこう作業結果が、見えない仕事になるので、すごく良くなりましたと言われても、本当にそうかなっていうふうに思ってみたりだとか、常に、ある意味自分のことを疑ってなきゃいけない部分っていうのもあったりするので、そういう意味でいけばいつまでも満足っていうのがないのかもしれないですね。悩ませていることですか？こうして一番悩ませていることは、こうして動画を撮らなくちゃいけなくなったということが非常に頭を悩ませていることで、やっぱり調律師っていうのは基本的にはもう陰にいて、本当に人のいないところで仕事して、目の前に出るのはピアニストとか演奏する人で、もう本当に陰でこそこそやってる仕事が、こうやって動画ということが出てきて前面に出なくちゃいけないということが非常に困惑しておりますけども、これもお客さんが喜んでもらえればというふうに思ってやっております。今後の展望を。なんか急に重い感じになってる。やっぱりうちは調律師がやる会社ですので、基本的には調律師が、演奏する人を支えるということを、基本姿勢として、ピアノを使ってる人が楽しく、生きていけるような形を、会社ということでサポートしていきたいと思っております。